どうしてこんなところに？私をプロデュース？そうですか。それは知りませんでした。改めてよろしくお願いします。はい、ペンギンだけではなく他の動物の鳴き方も観察しに来ました。普段何気なく歌っている私たちですけど、動物の発声法に何か参考になる部分があるのではと思って。プロデューサー、最初に言っておきます。私、受け持ってもらう以上甘える気は毛頭ありません。今のアイドル文化の中に埋もれてしまいたくないんです。歌う力を伸ばしてください。それで今日はどうします？プロデューサー、早速歌のレッスンを。それ、そんなことを望んではいません。プロデュースするなら真面目に。私にそんなことを言った人は初めてです。思ってたよりおかしな人ですね。本当に変わった人。あ、言われてみれば道理ですね。そういうものかもしれません。よろしくお願いします。かなり不安ですけど、意義ある時間にしましょう。